ドイツ陸軍はドイツ連邦共和国の軍隊であるドイツ連邦軍の陸軍。組織の位置としてはドイツ連邦国防省における軍事機構分野の軍隊で軍備部門にあたる。本校では他の時代や体制のドイツ陸軍と区別するため必要に応じてドイツ連邦陸軍、連邦陸軍、西ドイツ陸軍、統一ドイツ陸軍及び 新西陸軍もしくは新陸軍の故障を用いる。ナチスドイツ政権崩壊後、ドイツ国防軍の地上軍は、ほぼ完全に消滅し、連合国軍によって、ドイツ国土は占領される。ドイツ連邦共和国の建国から1年以上経った1950年に、東アジアの朝鮮半島では、朝鮮戦争が勃発し、ヨーロッパにおける東西冷戦の最前線であった。 ドイツも緊張状態に置かれた。同じ1950年8月11日に欧州防衛共同体による欧州軍に西ドイツが参加することが欧州評議会にて確認される。しかし、同月30日にフランス国民議会にて欧州防衛共同体条約の批准は否決され欧州軍構想は頓挫した。 同じ1950年10月26日に、テオドール・ブランクは、コンラート・アデナウアー連邦首相によって、連合軍関連問題特別担当に任命され、同年内に、国防省の前進組織となる、ブランク機関が設立され、再軍備に向けての準備が着々となされることになる。西欧同盟で決定された、兵力量については、陸軍は6個不評手段。 6個装甲師団と若干の直轄部隊で合計40万名が必要とされた。1951年3月に警部層が施された人員約1万名からなるドイツ連邦国境警備隊が創設される。連邦国境警備隊の組織形成はしばしば、品メローと覚書を根拠に再軍備を意図した人事などが実行される。例としては、 旧ドイツ国防軍の高級士官の手による、新国軍の外略である、西ヨーロッパ国際部隊の枠組みによる、ドイツ派遣団などがそれに当たる。覚え書きにあっては、ドイツ地上軍のため1952年までに、約25万名の大軍を組織することが、目標とされた。新陸軍では、ワルシャワ条約機構軍に対抗するため、軍団司令部がロッこと。 装甲師団が12個の編成が必要とされた。偽装の上で設立されたブランク機関は早くも1954年3月に、新ドイツ陸軍の組織計画を提出する。そこでは6個不評師団、4個装甲師団、2個、装甲的弾兵師団が編成され、西ヨーロッパ防衛に対するに、 西ドイツの貢献として教室する予定であった1954年9月28日のロンドンパリ会議でのイギリスによる収集案の提案後同年10月23日にパリ会議にて西洋9カ国は西ドイツの北大西洋条約機構への参加と再軍備を正式決定しパリ諸条約が調印されたこれにより1955年5月9日に 西ドイツは NATO に加盟する予定となる。1955年5月の NATO 加盟後に、連邦議会の下で、ブランク機関は、連邦国防省に改組された。1952年2月8日に、連邦議会は、西ヨーロッパ防衛への貢献を認められ、1954年2月26日に、ドイツ連邦共和国基本法が改正され防衛に、 ついての補足がなされ、1956年3月19日の7回目、改正で条文の修正とともに新しく条文が挿入される。初代連邦国防大臣には、テオドール・ブランクが就任した。連邦国防省内では、陸軍第5部として、第5英式教育、第5バイト組織、第5市移行法支援が設けられる。連邦軍と、 連邦陸軍の実際の歴史は、1955年11月12日にアンダーナッハで実施された初の徴兵が始まりとなる。連邦陸軍は、その創設からドイツ敗戦と国防軍崩壊まで約10年間の空白期間があったが、 新生陸軍については1944年7月20日のヒトラー暗殺未遂事件に関与したドイツ軍人たちやプロイセン改革の伝統を継承するとされた。しかし、長期間の空白のため軍事技術の欠落は深刻で、再軍備にあたっては旧国防軍幹部の力を必要とした。初代陸軍総監にはハンス・レッティガー陸軍中将が就任した。 レッティガーは、ヒンメローと覚書きの作成に関与していた。1989年の冷戦の終結まで NATO とワルシャワ条約機構の対立は、連邦陸軍の歴史を決定的なものにした。連邦陸軍は、その設立当初から NATO の指揮構造に組み込まれ、1959年までの陸軍第一次編成で12個手段を提供することになっていた。 1966年までは、ソビエト連邦軍の通常戦力は大規模で、NATO の戦略は大量報復戦略に依存していた。1956年に、連邦陸軍の最初の部隊と、陸軍学校の建設が始まり、アンダーナッハにて7個教育中隊が編成される。1957年4月1日に、連邦陸軍最初の徴収兵が招集される。 計画された12個師団は、不評、装甲、装甲的団兵の各種は6ヶ月間に2つのグループごとに編成されることになっていた。しかしながら計画された12個師団はそのすべてが1959年まで、NATO の指揮下に入ったわけではなかった。1958年末時点では、連邦陸軍の戦力は約10万名を達成し、 アメリカ合衆国から資機材が引き渡され、初めて M47 戦車が配備される。連邦軍の地上戦力は、当初、連邦陸軍と第4の軍師として、地域軍が国防省の下にあった。このうち、連邦陸軍は、NATO の指揮構造に結合された。1957年に、地域軍は、領土防衛局後に、 領土防衛司令部に解消した組織のもとに置かれた。領土防衛司令部は連邦国防省直轄とされる。協議の意味では、領土防衛のために別系統の陸軍、海軍、空軍が設けられた。地域軍部隊は連邦政府の指揮下に置かれ、完全に NATO の指揮下には置かれてはいなかった。ソビエト連邦の戦術核兵器の進歩は、 陸軍第一次編成の最終取得前に新たな問題を生じさせ、直陸軍編成が始まる。連邦陸軍は戦場での戦術核兵器の被害を極限するため、師団の規模を最大で約2万8000名の将兵で構成し、師団にはより小型で機動的な部隊として旅団が編成に組み込まれる。装甲旅団には2個戦車大隊1個、 走行的弾兵大隊、1個走行方兵大隊、1個補給大隊での編成が標準とされ、走行的弾兵旅団は1個戦車大隊、2個、走行的弾兵大隊、1個走行方兵大隊、1個補給大隊で構成された。敵弾兵師団は、走行的弾兵師団に解消される。1959年末時点では11個、師団。 27個旅団は編成されていた。野戦軍には1959年時点で約14万8000名規模を有し、地域軍は1960年初頭に最初の悲劇駅の両兵大隊と警備中隊を編成する。1965年には整備計画中36個旅団のうち34個旅団が編成済みで、 12個師団は NATO 運用計画部に対し活動中であると報告された。1969年に連邦陸軍は約30万5000名規模に成長した。1967年には NATO の正面防御ドクトリンは大量報復戦略から柔軟反応戦略に転換し防衛戦力の転換を促した。連邦陸軍は ニュークリアシェアリングの一環で1969年に各兵器投射能力を有する3個ロケット砲兵大隊と同能力を持つ2個砲兵大隊が新たに計画される。新兵器システムは陸軍第2次編成から調達される。戦車部隊にはアメリカ合衆国から供与された M48 戦車、後にレオパルト1戦車が配備される。 装甲的弾兵部隊には、当初不祥事にまみれ能力も非効率的な、SPZHS-30 装甲車が調達され、以降は、国産のマルダー風評戦闘車が配備される。さらに、連邦共和国は、重機やロケット駆逐戦車、M113 装甲兵員輸送車や、輸送ヘリコプター UH-1 を調達する。 1961年から、領土防衛についての計画部隊は、予備役兵で補充されていた。領土防衛の中央式権限については、1969年に3つの新しい師団級地域司令部を編成し、北部地域司令部、南部地域司令部、シュレースビヒホルシュタイン地域司令部に分けられた上で、連邦陸軍の内部に統合され、野戦軍と地域軍となる。 1970年代にヨーロッパを射程圏に収めることができるソビエト連邦軍の準中距離弾道ミサイルの配備によって1979年12月に NATO 理事会は NATO 二重決定で対抗することになる。同時にワルシャワ条約機構は部隊に必要な新兵器システムを導入する。NATO は量的優勢から質的優勢を強化、 追求するようになる。また、ソビエト連邦軍空挺師団による、後方地域に対する脅威に対しても是正処置を講じる必要性が生じた。第2装甲的弾兵師団と第4装甲的弾兵師団は、両兵師団に改変し地理的条件に対応する。これらの部隊は、対空挺任務のための予備として準備される。 1971年末時点で師団の下には、次のような部隊が編成されていた。野戦軍には13個、装甲11個装甲的弾兵、4個、両兵、3個空挺及び2個山岳旅団があった。1975年に、連邦陸軍では、第7装甲師団、第10装甲師団及び、第12装甲師団では未だに3つ目の旅団では、 人員装備の定数不足をきたしていた。この目標は36個旅団体制の確立によって満たされた。新編成旅団は、直陸軍編成で、最初の試験旅団として編成される。1980年から1981年まで、連邦陸軍は、陸軍第四次編成で再編成される。目的は、より小さく、 より柔軟な戦闘単位部隊が編成される。旅団霊下の戦闘単位部隊は3つから4つに増強される。いくつかの大隊は戦車と装甲的弾兵の混成大隊として編成される。連邦陸軍の12個師団は3個軍団で構成され、さらに、ユトランドシュレースビヒホルシュタイン、地上部隊連合司令部も含まれた。第2位と第4位両編師団は再び、 装甲的断兵師団に改変される。第1と第7装甲的断兵師団は装甲師団に改変される。連邦陸軍は陸軍第4次編成で36個の現役旅団と12個師団で構成された。1977年から師団部隊は旅団砲兵大隊に。 核砲弾を発射できる M1955mm 自走榴弾砲と MLRS を防空砲兵部隊では、師団直轄連隊にゲパルト自走対空砲が配備された。地域軍は全体で3個地域軍と5個防衛管区司令部で構成された。1982年から支援司令部下で戦時受け入れ国支援プログラムに基づき西ドイツ。 中流米軍を支援する体制となる。1970年から、強度防衛司令部の下で、領土防衛旅団が再編成される。地域軍は6個の現役部隊を含む12個、強度防衛旅団が含まれた。地域軍は、防衛自体に至った場合に約45万人を増強することができた。平時における、地域軍の規模は、約8万5名で構成された。 東西間の緊張緩和で、すでに連邦軍は最高で、兵士9万5千名の削減を考慮される。1990年に、東西ドイツは再統一され、冷戦は終結するも、核軍縮は継続した。1990年に平時における兵力を1994年までに、最大で37万名にすることを、ソビエト連邦と合意した。 連邦陸軍については、旧東ドイツ国家人民軍との統合に伴い1990年10月時点で36万名規模で、これから、平時戦力25万5千名を目標とする。これにより、将兵約10万5千名の削減を意味した。国家人民軍との統合後、連邦陸軍の指揮系統は14個師団と43個、戦闘旅団。 6個現役及び6個非現役の強度防衛旅団26個部分的現役旅団で構成された。地域軍は野戦軍に合併され残余の組織は旧野戦軍に編入された。3個地域軍は軍団司令部との合併は実施されなかったが唯一旧東ドイツ地域では東部地域司令部軍団として編成され防衛管区司令部の運用や東西 軍事統合業務を実施する。野戦軍との合併前には8個防衛管区司令部が編成され師団司令部と合併するが部分的にしか完全稼働しなかった。東ドイツ地域だけでは完全な範囲で合併が実施された。1994年に第一空挺師団と第4装甲的弾兵師団が合併して新編されたコマンドを空中機動部隊。 第4師団は主に海外危機に対応するため、戦術的に運用可能な編成となっていた。1994年6月のドイツ中流ソ連軍の撤退までは、NATO 式系統に組み込まれている野戦軍は配備されず、ドイツ国家主体で運用される地域軍のみが配備される。NATO は1991年に洗練された新戦略を策定し、 従来の柔軟案反応戦略から転換した。この決定は1991年の NATO の各計画部会による決定で戦術核兵器の放棄が決定された。国家人民軍から引き継いだ装備品については数年間で国外に売却または破壊された。特に空挺部隊については特定要請への言及に基づき、 軽量小型武器運搬車両の黒子からビーゼルに更新する。陸軍第五次編成が始まって間もない頃から国際任務の増加に伴い直ちに修正された陸軍第五次編成が策定された。これにより地域軍の廃止と軍団司令部との合併、東部地域司令部第四軍団の合併に至った。 一部の軍団は多国籍化し、第一軍団は1995年に解散し、新たに第一ドイツオランダ軍団が編成された。第二軍団は1993年に、第二ドイツアメリカ軍団に改編されるが2005年に解体する。すでに編成済みであった、シュレースビヒホルヒタインユトランド、連合地上部隊司令部についてはそのままであった。 旅団は1994年までに一括して再編成された。装甲、装甲的弾兵及び装甲砲兵大隊だけでなく各々の2個戦車大隊と2個装甲的弾兵大隊に組み替えられた。1992年に連邦陸軍の一部は危機対応を目的とする現在の戦力分類に相当する緊急展開部隊を準備する。 緊急展開部隊の範囲は、将兵5万名規模に達した。第三軍団については、他の軍団と異なり、他国籍軍団には転換されず、再編成途中の1994年4月に解散されて、軍団司令部の爆量については、陸軍式司令部に吸収された。陸軍式司令部については、西ヨーロッパでのナトー式構造の緩和に関連し、 これに対応するために準備された。1990年代を通じて、統一ドイツ陸軍は、ナト o の指揮下に置かれていた。しかし、ソビエト連邦の崩壊に伴って、ヨーロッパの安全保障環境は、劇的に変化した。これにより、ドイツの指揮権について変更する必要に迫られた。ほぼ同時期に、連邦陸軍は、新たな組織を編成した。 陸軍局は改編され、陸軍指揮司令部及び陸軍支援司令部が新編され、陸軍内の広報支援業務と衛生業務は集約された。東部地域司令部第4軍団は1995年に第4軍団に改編される。1996年には特殊戦団が編成され、初めての連邦陸軍での特殊作戦部隊が指導する。 1997年以降、新任務のための新陸軍に基づいて、新たな編成を取る。コマンド航空機動部隊には、陸軍航空隊と、その機能が集約された。陸軍の編成は、戦力分類によって、次のような構造となった。機関防衛部隊と、危機対処部隊がそれであった。危機対処部隊については NATO 即応部隊、ドイツ分担には、 司令部も含めて、次の部隊が指定された。航空機動部隊司令部には、第7と第10装甲師団司令部が含まれ、出動式司令部には、第1後方支援旅団、第12装甲旅団、第21装甲旅団、第1航空機械化旅団、第37空挺旅団及び、独仏合同旅団が任務を分担した。KRK 指定部隊には、特殊部隊司令部と、 その他の新部隊が含まれた。HVK 指定部隊は、全体で20個の現役部隊からなった。平時編成の旅団を主体とした。HVK 旅団は、うち4個現役旅団が、危機対処部隊に編入された。HVK 旅団の4個現役旅団については、さらに4個非現役旅団が指定される。陸軍第5次編成で8個、HVK 現役旅団が整備された。 また、連邦陸軍は、第1軍団、第2軍団、独米軍団に関与する。陸軍部隊は、欧州合同軍のために付加される。他にもアメリカ合衆国陸軍第5軍団、欧州連合軍緊急展開軍団及び北東、多国籍軍団があった。北東多国籍軍団については、ユトランドシュレースビヒホルシュタイン、連合陸上部隊司令部を母体に、 ポーランド軍を編入して編成された。第四軍団については最後まで、ドイツ独自の軍団として残った。連邦陸軍のために新装備の調達が開始され、PZH-2000 自走榴弾砲と、新型装甲車のディンゴ第一航空機動旅団に新型、ヘリコプターユーロコプターティーガーと NH-90 の配備が決定された。2001年以来、 後半かつ継続的な構造改革は次の見出し後を持って実施された。さらに中間処置が定義される将来の陸軍そして陸軍2010である。2008年から2010年までに陸軍兵力は約10万5千名から10万名で推移した。連邦陸軍の発展は介入戦力、安定化戦力及び支援戦力の戦力分類で進められる。 第一装甲師団は、介入戦力の中核部隊となる。第一装甲師団は、連邦陸軍で唯一冷戦時代の編成を維持し、師団独力で諸兵か連合戦闘を遂行できる。さらに、連邦軍の改革が進み、既存の横断的組織を母体に救護業務軍と戦力基盤軍が創設される。これにより、連邦陸軍が管理していた、各種軍事施設と、 地域軍機構は戦力基盤軍に人員と共に編入される。これら二つの軍事組織の編成後、その一部任務を分担していた陸軍支援司令部は2002年に解散される。重要な支援機能は2002年に新たに編成された陸軍部隊集団と航空機動作戦士団が担当する。これらの支援部隊は陸軍師団のみならず、 良質な構成単位として、連邦軍全体の活動に寄与すべく、広範な軍隊に必要とされる任務に対応する。2002年に最後まで残った第四軍団は解散し、司令部要員はそのまま、国外任務を専門とする、連邦軍出動式司令部に編入される。部分的に、コマンド航空機動部隊、師団と、同時期に編成された古典的空挺作戦を担う。 特殊作戦士団が特定任務に対応することになる。強力なヘリコプター部隊を有する旅団には専属の不評連隊が新編された。2007年に第一航空機開化旅団は第一航空機動旅団に解消され、連邦陸軍における緊急展開分野の重要な要素となる。2005年の連邦陸軍の陛下は再編成された。 とりわけ抜本的変更は戦力基盤軍の創設による副次的効果であった。最終的には駆逐戦車部隊は解散となり陸軍偵察部隊の下にいくつかの陛下における情報分野の機能が集約された。2009年以降ストラスブールの独仏合同旅団は連邦陸軍の歴史の中で 最初の主要戦闘部隊として、永続的に外国軍基地に迎術する。特に国外任務の増加に伴い航空輸送可能な新型装甲車の整備が求められた。これらの機能を有するボクサー装ン装甲車、ディンゴ装甲車、ムンゴ装甲車の調達が開始された。さらに新たに編成された陸軍偵察部隊のために、フェネック偵察車も新規購入される。 2010年からは、ゲパルト自走対空砲の退役が始まり、その代替措置として、マンティス時期空間防護システムが2010年から稼働させる。2012年までに、マルダー風評戦闘車の更新計画である、空輸可能なプーマ走行風評戦闘車、トランシェ1の導入が開始される予定。1990年の冷戦終結以降、連邦陸軍は、 ドイツ国外で人道援助や平和維持活動に従事する。これらの活動は世論や政治上の問題をはらんでおり、議会内外で議論の対象となった。連邦陸軍が主に手がけた実際業務は医療・衛生援助で、最初の任務には人道支援活動が行われた点に特徴があった。1994年まではこれらの任務は通常、 国際連合の枠組み内で行われた。連邦陸軍が実施した国連の任務の中ではソマリアでの第二次国際連合ソマリア活動が最大規模であった。1995年からは北大西洋条約機構または欧州連合主導による各種作戦和平履行部隊平和安定化部隊コソボ治安維持部隊欧州連合部隊に参加する。 2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件以降、連邦陸軍は対テロ戦争に参加することになる。特に普及の自由作戦はその主作戦であり、この一環としてアフガニスタンにおける国際治安支援部隊に連邦陸軍としては過去最大規模の部隊を派遣している。2006年には欧州連合部隊今後民主共和国派遣任務に、 部隊を参加させる。国外での作戦に参加する部隊については、その展開期間中に限り、陸軍の指揮を離れ連邦軍総幹部の主導で運用されていた。また、国外任務だけでなく、2002年のエルベ川の大洪水での救援などを引き続いて、国内での任務に出動している。2010年時点で、現役兵総員約9万2500名、予備役は、 約3万5千名。以下は2007時点における内容。保有数を記載しており、実際に運用している数は、必ずしも反映されていない。補足パンツァージェガーパンジャーカーナニアパンツァーピオニア、パンサースフツェサニタッツェルダットシューツェ2005年10月17日に、陸軍総監による、司令官文書により、連邦陸軍公式の陛下体系が構築される。 あらゆる陛下は、自らの能力と、その装備に応じた類似部隊ごとに集約される。例として、陛下色外側から認識できる部位は同色に集約された。以下の表は司令官文書に従った陛下の様相をまとめたものである。文書の中での明示されていないものに、軍楽隊があるが、これも表中に含める。憲兵部隊については2001年に、 戦力基盤軍に移管される。2003年には、心理戦部と電子戦部隊及び、地理情報部隊が解散する。ありがとうございます。